最初にスケートをやったのが、やっぱり自分がサーフボード乗るときのイメージがすごいしやすかったので、それを、あれを望んでこの海に入るかっていうのは良かったなと。あとまあ、その海と陸のギャップっていうのがすごい実感できた。スケートの入り方とか、結構今日のスケートの仕方が変わったと思うんですけど、そうですね。やっぱりアップスをこうイメージして、ボトムとトップと、その中間と、まあ、いかにつなげるか。あとは、あれで、どこで、こう、ターンを、そうですね。っていうところを意識を変えていくだけで、どこ、そのね、今までのターンしてるところが、結構、違うところでターンしてるとか、っていうのがあったから、そこをちょっと修正するだけでね、こう、試験としてえぐるようなターンを獲得してる。っていう時でもちゃんとね、加速して抜けられたりするよね、こうなります。早いから出ていくと、うん、あともう一つはスケボーのトレーニングやったらニュートラルの、あ、ニュートラルバランス、うん、あれができるといいですね。ボード、スケートボードの、うん、走り方が出るんですよ。やっぱりあれもイメージサーフボード、そうね、出たことでもあり、課題でもあり、確かにスケートでは結構ニュートラルなバランスができてだけど、今度サーフボードになると下読みでやってるとそのスケートではできると思う。実際の海だと結構かなり変わっちゃうわけじゃない。で、
ちょっとスーツの前に平らなところになるとなおさら難しいかな、ああいうニュートラルバランスとか。だからこう波の斜面でこうできるようになっていくと、もっとスピードが出すし、もっと次のターンの時にトップターンとかボトム